はい、どうもクソジジイでございます。最近はですね、週に 1,2 本ベースばっかり弾いてる動画を上げておりますが、たまにはメンテナンスをしようということで、この新品で買ってもう40年以上経つプレベをちょっとお掃除してあげて、指板に油さしてあげようかなと。で、弦も変えようかなと思ったんですけど、弦は変えておりません。結局ね、ギラギラの新品弦の音あんまり好きじゃないんですよ。ちょっと死にかけてるけど死んでないぐらいの弦の音が好きなので、今ちょうどいいぐらいだったんで、このでも今使ってる、いつもこの使ってる弦も 3,4 年張りっぱなしではあるんですけど、ダダリはそこに置いてあるけど張り替えようかなと思って出したけど、まだいけんだろうと。まあこれでね、油さしてね、オレンジオイルさしてちょっとすると結構音もまたいい感じになるんで、それを繰り返している感じなんですよ、いつも。で、この間1個前じゃないけど、前にも1回ジャズベの方のメンテというか、まあお掃除動画みたいなのやったんですけど、その時はさっと拭いて弦張り替えただけ、弦張り替え動画みたいな感じだったんですけど、まあ、これはまあちゃんと一応指板に油あげる動画になっております。それだけですけどね、ただ記録残してるだけです。昨日書いたんで、今こうアフレコしてるのは次の日なんですけど、でこれ張り替えてちょっと一晩寝かせて、でこの動画の後に一曲何かというかさっと弾いてるので、その動画も見ていただけたら幸いでございます。まあ音がちょっと変わったかなという、音結局作っちゃってるんで、そんなに変わるとかなんとかっていうか、逆に音がガリガリに聞こえて良くないかもしれない。でもとりあえず指板きれいにして、弦もいい感じになったんで、よろしくお願いします。見てください。それではまた、良いゴールデンウィークを。バイバーイ。